なんでお酒だと飲めちゃうんだろう。こんにちは、ケイジです。ヤマトです。今回なんですけれども、はい、素晴らしい富士山のバックに、はい、我々はこちらの5リットルのハイネケンを飲み干すまで帰りません、はい、よいしょー、まずいしゃー。そう、今回はね、うん、こちらを友達に誕生日プレゼントでもらったんですよ、うんうんうん、で、もうなんか繋いでこうやってジョーって注ぐだけなんで、ここでちょっと2人で飲み干していこうかと思います、はい、で、何を作るんですか。今日は鉄板焼き、鉄板焼き、お好み焼き、うん、たこ焼き、たこ焼き、もんじゃ焼き、もんじゃ焼き、粉もんで粉もんパーティーをしていきましょう。ビールですね。ビールでございます。はい、じゃあ早速ちょっと日が暮れちゃう前に設営の方をやっていきたいと思います。はい、やるよ。よいしょ。今回は、はい、トロイ、トロイ張っていきましょう。ヘクを張っていく。うい、よっ、久々にこいつ張るね。ねえ、はいよ、はい、上げていく、上げていく。じゃあ私中入るんで、はい、いきます。はい、上げていく。これじゃん、サザエさんやっててもらって誰も見えないの、これサザエさんしてても、サザエさん一緒にハイドポー、はい、おいはい、オッケー。本日はお座敷スタイルでやっていきましょう。はい、よいしょ。しやべえ、ちっちゃい。とりあえずここに入れるか。そうだね。やるかー。見えた。ウェイ、はい、すごい綺麗だから、うわ、ちょっと乾杯しとくか。一回乾杯だ。さすがに、さすがにしとこう。よいしょ。初めて見るね、こんなやつがあるんだね。ねえ、 2.5 リッターか。5リッター、うん、1人当たり。ね、仕事するー。まずキャップを取り付けていく。の次にタップを、あ、下にあるの、タップを取り付ける。あ、そこ、こういうことかな。あ、ここか、ここか。取り付けていきます。あ、すごい。え、これで、図のようにレバーを手前に倒すと新鮮な生ビールをもう注げますと。つれちょっと早速入れてみますか。お願いします、お願いします。どういうことなんだすごい体勢だけど、ちょっと行ってみます。富士山が調子いいか。富士山バック行く。あ、だいぶやるか。こういうこと。おい、すごい。おー、これでもう生ですよ。体勢がきつい、これこういうことか。なるほどね。どういう原理で出てきてんだろう。普通に自重で出てきてんの。いや、内圧かかってるっぽいガスの音がしてるよ。
確かにね、とんでもねえ泡ですね。難しいね、注ぐのが。そうだね、こうすれば。ん？お、すごいよ、マサルさん。来た？来た？来た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 。最後。うわ。へえ。すげえ泡クリーム。せっかくだからちょっと。とんでもねえブルーモーメントで乾杯しよう。ああ、行こう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 。いやいや、すごいね。ねえ。それでは本日も楽しみに行きましょう。キャンプキャンプ。すごい。牛が綺麗。牛が綺麗だ。レレ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 。今使いはこちら。おい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 。こたつ。こたつで。はい。おこもり。キャンツプ。キャンツプをしていくと。そうですね。寒いからね。ねえ。ああ。それ引くんですね。ここにつけていきましょう。これがど真ん中に来たら、ピッツァブランケットをかけて。はい。いいな。いいんじゃないでしょうか。こたつ入るのは久々だな。いやー、うちもこたつないからね。よっしゃ。きたー。あー。やばい。ついてない、ついてない。あー。あ、でももう、もう安心。もう安心した。もう安心する。楽しかったー。いや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 。いやいや、最高だね。ちょっとやってみ。うわ。うわー。ちょん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 やめろ、やめろ、ちょんちょんやめろ。早速食べていきましょうか。おい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 。ホットプレート。ホットプレート。ホットプレートということは、はい、今回はなんとこちら、よいしょよいしょ、ジャクリーさんより、はい、こちらのジャクリーエクスプローラー1000プラスをお借りしているんですけども、はい、さらに、さらに、なんじゃこれ。これは追加バッテリーって言って、なんだろうな、これはバッテリーだけらしいんだよね、はいはいはい、こいつに接続をして、うんうん、使用できる電力が増えるということらしいです。はい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 。で、こっちだけで、1264Wh、うんうん、あって同じ容量、だから倍になるらしいね。はいはいはい、はい、だから 2528Wh で拡張することができる。へえ。で、例えば、500W の家電とか、ドライヤーとかだとしたら、5時間使えるとかね。ああ、うん、5×5 でとかね。そういうことだね。うん、2500で、ホットプレート1300で、まあ、ずーっとマックスってことはないだろうから、フルで使って2時間ぐらいは使えると、で、節電しながら、はい、こいつで、はい、ということも楽しんでいきましょう。ういっさ。それではこたつをつけていく。楽しいです。 AC オン。次はこたつをオンオン。296W 今消費してて、6.6 でしたから6時間半ぐらいはこのまま使えるよってことだよね。こたつが、じゃあしばらくこれで温まりながら仕込んでいく。仕込みしていく。よいしょよいしょよいしょ。だーべー、来たー。はいはい。足りるかな。ガンガンいく。何から仕込んでいく。まずは粉もん系なんで、キャベツを仕込みます。 OK。 よいしょ。ではでは、お好み焼きのキャベツを切っていく。
晴れた晴れたね、うん、またそんな大きいの持ってきてバカなんですよ。あ、使いづらい、あ、使いづらい。まず半玉使っていきます。お好み焼きは何をお好み焼きをするんですか。今日はもうシンプルに豚玉で。うわー、うめえ、うまいよな。カッティングボードが細いね包丁でかいのに包丁の幅より足りてないね。うわ、いいね。すごい、まな板に対して真横に使い始めたの。あったけーね、あったけー、家ですよ、家。ねえ、これだ、冬キャン始まったね。流行った、始まったね。おいしょー、よーし、サンキュー。はい、生地を作っていく。お願いします。腹減ったな、腹減ったね。あ、なんか適当に買ってきたおつまみある。やる、やる、やりましょう。豚そぼつー、そぼつー。あと、うん、骨抜きカリカリ梅買ってきた。好きだね、カリカリ梅好きなんです。奥に倒す、そうそう。へー、こう置いて、うん、おー、上手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 。じゃあそもそも、うん、こういう感じ。あ、へへ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 、すごい、どういうこと。そういう感じ。あ、いただきます。そうだよね、じゃないとすごい難しいもんね。ねえ、え、なんで誰かいる？ねえ、ないやつがかかってんだよね、きっと。な、何かの。よいしょー、おい、やろうーす。さすが元わらわらでドリンカーやってたわけ。うちらね、うちらわらわらドリンカー、懐かしい。よいしょー、粉もんですね、粉もんですね。入った、スモツやっててください。うん、いただきます。梅と、梅と卵、味噌、味噌、味噌、はい、すごいね、なんか、うん、いいね。いいよ、だいぶいいよね。こんなに調子良かったっけ、お座敷スタイルって。お座敷スタイルはいいよ。今ぐらいの時期がいいのか、そもそも。そうね、寒すぎず、暑すぎず、うん、昼間はね、暖かいけど、うん、夜、寒くなるから、うんうん、焚き火も気持ちいいし。そうなんだね。ここに、ネギも入れてくる。トムズ君、カリカリも好きだっけ。これは、そんな梅好きじゃん。なんなんですか。かばいー、かばいー。いや、いいですね。はい、箸。あ、そうです。よいしょ。うん。うん、やっぱりうまい。いい。梅で？梅で。もう出た？もう出た。今日あと7万回ぐらいやるの。うん。チカダさんに届くように。これ役者なんだよ。一応買っといたんです。焼きそばも買ってきました。バカ食うじゃん。追い込んでいく。おいで、ここに紅生姜。紅生姜うまいよね。紅生姜入るとだいぶ締まるからね。うん、好きなんですよ。こいつ後でも使うんで半分だけにしときます。ありがとうございます。あとはいよいよ焼いていきましょうか。焼いていく、焼いていく。じゃあ隠し味、うん、白だし入れていきましょう。絶対うまいっしょ。絶対うまいね。絶対うまいっしょ。よーじゃあ、はい、つけていきましょうか。はい、何度？200度って書いてあります。200度。 OK。
るで。うわすげえ来たすげえ来た。おお1600。1600。三時間。うんって来たね。1時間。おいおいおい。これは下の上の補充バッテリーも加味した数値だ。どうなんだろう。まだでも上が 100% だから。途中から給電してくるのかもね。はい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 。まあ焼いていきましょうか。はい。ちょっと肺炎システム。ああ。いいですね、星が見えて、ね、煙たくなるからね。うん、それでは焼いていく前に油お願いします。そのもう家の中にいますよ、我々はもはやね。え豚玉というかお好み焼きを久々に食うかもしれないな。そうだね、うん、これも買わないわ普段。いきまーす。横に豚肉焼いていこっか。うん、ああいいねいいね、うん、よいしょ。うわもう1個で作っちゃうから。うん、ああうまそう。豚さんも焼いていく。豚さんある？豚さんあります。豚肉です。豚肉です。全部いっちゃうからもう。お願いします。多い方がいい。多い方がいい。おいおいおい、そういうこと。周りで回るで焼いてください。長えなこれ。あれ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 、長いね長いね。結構これ最初に焼いてその上に乗っけたり、焼いといてその後に乗っけるのか。ああそうだね。楽しみだね。うん、よいしょ。これどうにかやばいー。ちょ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 、やばいー。ちょ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 、両手いっちゃった。両手除菌しておきます。はい、やばい。あー、選びやっていく。選びやっていく。よいしょ。お好み焼き山と。お好み焼き屋さん。あー、いい香り。うまそう。うわいいね、やっぱり。パン焼きってテンション上がるよね。ね。すごいじゃん。うわぁ、うまそう。火が通ったら、うん、火が通ったらというか固まったら、そうだね、繰り返していく。合流していくんだ。合流していく。オーケー。これ、いいな。うわ、豚肉うまそう。一枚食べちゃう？いやあのカリカリや。うん、よし、いくぜ。はい、最高。ボリューム好きだね。いきます。うん、よいしょー、よいしょー、完璧。おめえ。飲む？いただきます。うん、がうまいわ。すげえ。これもう何杯目だっけ？三杯目？三杯目。まだまだあるわ。これ。ありやす？仕事つれ。はい、どうぞ。ああ、だそうです。倒していったしょ、やばい、やばい、よいしょ。すげえ進んじまうわ。じゃあ蓋取って、よいしょ。おーで蒸気を飛ばしたら味付けしていく。蒸気を飛ばしていくんだね、これで。うん、うまそうだね。暮らしてるよ。うわー、これマヨビームするんですか、まさか。うん、マヨビーム後でします。してきます。吸ってます。
何それ。めちゃうま？めちゃうま。新しいの作った。怒られちゃう。浜田さん、はい、もう海になってます。豚肉入れすぎました。豚肉入れすぎたね。これはでもうまいんじゃにゃーの。うまみ爆発ですよ。ではソースからいかしてもらいます。お願いします。よいしょ。かわいい。危なかった。シャワー浴びた。うん。嬉しい。もう止めてもいいのかじゃあ、うん。この銀の盾使う？銀の盾。ユーチューバーですね。よいしょ。大丈夫そうだね。オッケー。ソースが入ってきます。もううまそう。よいしょ。うまソース、ひょい。止めてでは、行かせてもらいます。お願いします。こんなに蓋開け閉めする人いないよ。いないよ、いないよ。いくよ。はい。うん。いやー！下手だ。下手だ。いやー！うまそうまそう。うじゃあ。うまそう。ここにガトブス。ガトブス。まあ、おいしそう。うわー、いいね。ちょっと贅沢して鼻がっとしてしまった。うん、鼻ごっそって何なの？なんかちょっと濃い、粗めというか、なんて言うだろう。あー、ね、確かにでかいわ。うん、ちょうどいいサイズのやつ、うんうん、で、今日は煙、青のりじゃなくて青さ、青のりじゃなくて青さ、青さ、あー、青さ、いやー、まさみたいにいない。オッケー、切っていく。お願いします。うまそう。よいしょ。すごいな。よいしょ。キャンプですね。キャンプでこれですよ。もう火消してあるのに。うん。はい、どうぞ。あ、そっからちょっと切っていきます。はい、まあ食べやすくて、うん、食べていきましょう。Okay. でも俺、見てください。はい、ああ、すいません。中身きれいだ。よいしょ。これはビールでしょ。これはビールだ。いいです。誇張しすぎて。うん。紅しょうが効いてる。うん。あ、うまっ。めちゃうま。うん。ねえ、まあ、緊急事態宣言出ちまうよ。うわ。ある？ある？大丈夫？ない、ないないない。うん。これはいいね。ね。最高すぎるな、これね。ちょっと落ち着かせといて。はい。5リッターいけんな。ね、うん。水とかジュースとかだとそんなに飲めないもんね。うん、飲めない。なんでお酒だと飲めちゃうんだろう。なぜなぜ。言うと思った。言うと思った。ちょっと言ってたもんね。うん。全開、アクセル全開だと泡立ちがちだから、うん、ちょっと弱めといていい感じのところでフルスロットル。さすがワラワラドリンカー。よいしょ。バイバイ。うめ。これ、うん、思ったこと言っていいですか。うん、
もんじゃ焼きまでたどり着けないよね。次たこ焼きあります。うん。これでね、多分お腹の8割方は膨れて、うん。分かった。でもこいつを飲まなきゃいけないから。分かった。ん？アンダーさん呼ぼう。ちょっと電話しよう。一回電話しよう。一回電話しよう。アンダーさん優しいからな。うん、今日なんかね、うん、事務所来て、うん、すごいスラッとしてたよね。すげえスラッとしてた。ね。めちゃくちゃ痩せてるもんだ、ね、どんどん。うわ、すっげえな、これ。もしもし。もしもし、お疲れ様です。まっすー。あなた、ちょっと、緊急事態が起きたんですけど。怖いぞ怖いんですけど、ちょっと、うん、今日撮影今から行くって言ったじゃないですか。で、今お好み焼き、粉もんパーティーするでやってるんですけど、これ全部食い切れないと。ビールもまだあと3リットル以上あるし、なんせもんじゃ焼き、最後のもんじゃ焼きまでたどり着かないと。ちょっと御殿場の方に来てもらってもいいですか。行くよじゃあ。マジで、マジで。行くよじゃあ。マジっすか。今日何もなかったですか。仕事は終わったんだよね。で、今から風呂入ろうっていう時だったんだよ。ああ、お風呂こっちにもあるんで、ペーパーの入ってくって俺。わかりました。はい、じゃあお気をつけてきてください。ああ、じゃあ多分ね、今7時じゃん、うん、8時過ぎぐらいになると思うけど大丈夫ですか。あ、もう全然全然、うん、嫁さん大丈夫ですか。うん、ああ、多分ね、言えば大丈夫だと思う。うん、まあ、無理せず、もし来れそうだったら、うん、一応難しかったら。うん、え、そっち寒い。いや、もう俺らタンクトップですよ。うん、すごい、すごい味方がいるんで。ジャグリーさんが今日いるんで。そう、こたつがあるから、うん、ポカポカです。あ、了解です。うん、はい、はい、ではでは、気をつけてお待ちしております。はい。なんか勘が鋭くなってきたね。かまいー、かまいー。うわ、アンダーさん来んの熱いわ、ね、申し訳ないの。いやいやいや、よし、これは、うん、そ、飯はまあ予定通り作るとして、うん、これは二人でもいけるよ。いけるいけるいける、うん、でこれ飲んで、うん、アンダーさん自分飲みたいやつ持ってきてもらって。あ、そうしようか。うん、それにしましょうか。お、そうしましょう、うん、よし、食べていこう。食べていこう。はい、すごい事実が発覚して、はい、接続する場所が違かったみたいで、うん、裏の、うん、A と A だったのが、うん、上の追加バッテリーの方 B から、うん、この本体のジャクリーに繋がないといけないみたいな。大変申し訳ございません。申し訳ございません。じゃあちょっと繋ぎ直してみる。そうだね、うん、このそっちの今繋がってる A から B に差し替えていく、うん、こっちを B にする。うん、はい。ちなみにこれ、うん、あと2台繋ぐことができるみたい。あ、だからここにこうあるってこと。こうなれるってこと。そう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 。最大で5000何ぼ、うん、うんうんうん、逃げちゃう太陽だって。逃げちゃう太陽。これ写真ですね。うん、グッと。これで表示が変わるはず。では見ていきますか。はーい。どのぐらい電力を消費したのか見ていきましょう。はい。よいしょ。55%。55%。結構いってますね。間に合うか。だけども。100%。
155パールってことだね、まだ。4分の1使ったっていう考え方になるのかな、うんうんうん、ってことは、じゃあ、あと、まあ、2品だもんね。うん。安心してアンダーさんのボールで。大丈夫っちゅうことですね。大丈夫っちゅうことです。ツインドライブしてるからね。ツインドライブ。はい。じゃあ、次、仕込んでいく。よいしょ、おいでは。たこ焼き作っていく。たこ焼き楽しみだね。まずはお水を300ミリリットル。ちょうどアンダーさんが来るぐらいに出来上がればいいね。ねえ。よいしょ。300ミリリットル。300。全然メモリ見えない。もうちょい。もうちょい。結構水使うんだよね、たこ焼きは。たこ焼き結構シャバシャバだもんね。あ、そっか、ピューって出るもんね。うん、こっちでやっていこうかな。いいね、そこに結構粉を一袋入れていく。入れていく。一袋で何個作れるの？一袋で20個。あ、そんな作れんだ。うん、何個食えそう？5個マリッと食える。うん、じゃあアンダーさん呼んだ方がいいね、やっぱり。うん、入れていきます。はい、ね、それで作り方見せたら、うん、水と卵を先にでも美味しいから、うん、美味しいから。玉水、玉水を作ってから本当は粉を入れるみたいだったんですけど、うんうん、なんか理由があるのかな。ねえ、なんかあんのかね。キャベツもそんなに使わないけど、うんうん、入れていく。いいね、うん、こんなもんでいいと思います。使いやすそうじゃん。慣れてきたね。いいタコだね。いいタコですね。決めに切っていこうか。うん、ちょっと食感が、うん、1回に数えたら30個ぐらい作れそうだから。30個。うん、でかくね。でかくね。こんなもんか、こんなもんか。ああ、そう、こんなもんか。あ、でもこんぐらいだったらかなりタコ楽しめるね。うん、うんうん、たまになんかタコ入ってねえやつあるよね。ああ、あるね。こんぐらいにしましょうか。うん、だいぶ温まってきたんで、うん、油入れていく。カリッと、カリッと、多めに油で。いいね。しゃ。いいでしょ。うわ。うわ。おおおおお。すごい、この。おい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 、半分で終わったよ。ちょうどいいかもね。でもちょうどいいかもね、うん、たこ焼きパーティーっていう言葉があるぐらいだから。うん、たこパなんだろうな。たこパですね。はい、オッケー。からのからのキャッツ。よいしょ。後入れで、後入れで。よいしょが、電車を乗せます。よいしょ、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 いいね。電車がうまいよな。うまいよな。タコさん、タコさん、よいしょ。トリア、すごい大きいね。トリア、トリア、トリア。贅沢だ、これは。ね、大きいタコにしたんで。大きいタコになりたいです。おいしょ、おいしょ、おいしょ。天かすも入れていきましょう。おいしょ。天かす入れるとうまいよね。うまいね。山芋の粉入れればよかったな。あ、ふんわりするんだ。そうそう、ふんわりするんだよね。けい、けいけい。はい、じゃあそっち側にあるんで、うん、お願いしちゃってもいいですか。はい。水の中に突っ込んでいく。はい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 。こっちのタコ食べていいですか。うん。まあいいね。うん。うまい。うん、うまい。
バッテリーが2個あるからね、安心感がすごい。安心感がすごい。なんか 50% 台になってからなのか、うん、上のやつが減り始めたね。さっきまでずーっと 100% のままだったから、うん、繋がってないのかなと思ったけど、こっちに給電しだしてるのかな。めちゃクリーはね、うちらお世話になりまくってるからね。そうだね、もうずーっと使ってるもんね、うんうん、ね、こういう仕事だからいろんなモバイル、ね、ポータブル電源使ってきたけど、うんうん、未だに使ってるのジャクリーだけだもんね。そうだね、うんうん、やたら安定してんだよね。ね、なんなんすか。なんなんすか。なんなんすか。うわ、タコ。タコ焼き。タコ焼きです。あ、うまそう。うわ、たこ焼きかお好み焼きってさ、うん、なんかあの自分たちで作るライブ感がいいよ。そうだね、粉物系はさ、うん、だからパーティーになるのかな。そういえば鍋もライブ感すごいじゃん。ああ、確かに。鍋もよくよく考えたら鍋パっていうもんね。うん、パーティーなんだ。パーティー系は全部やっぱライブ感がいいんだろう。うん、いただきます。上がる。永久期間見つけた、うん、これいいな。よいしょー、よしよしよし。よいしょ、たこ焼きつねあ、うまそう。だいぶ軽くなってきましたよ、こいつも。軽くなってきた？早くない？うん、楽勝だね。あと3分の1ぐらいかな、どうなの、どれかな。でも、うん、なんと、はい、もうずーっとちょいちょい見切れてるんだけど、うん、あっちにベンチで肩温めてるから焼酎だ。焼酎だね、うん、後で飲みましょう、終わったら。いいですね、焼酎も、うん。アンダーソン、まあ負けねえじゃないかって切れ出す、切れ出す。無理やり誘われてこの焼きだこどうぞ。んおう、いいあっ、甘っ、甘っ。できたぞい。で、ここにお入れる。いいね。なんか不安な感じが出てますね。湯気がいいね、うん、こんなに湯気が出る季節になっちまったよ。そうですね。あ、これ外刈り中不安だ。外刈り中不安、うん、わかります。あっち見えた。見えた。これは暑いぞ。味付けよろしくお願いします。うっさ。それではいきます。はい、うわ、最初のところえ、こっちがソースマヨ。ソースマヨいいね。あー、うまそう。からの踊らしていく。からの踊らしていく。花がつお。いや、花がつおね。かつお節は多い方がいいって聞いてるからね。あ、お魚もね、入れちゃって、うん、あー、うまそう。たこ焼きだ。ペーペーペーなー。で、こっちは、こっちはネギ。ネギこんもりの。こんもり、あー、いいね。こんもりの。すごいこんもりだな。マヨ。マヨ。マヨビーム。うわぁ。もうちょっと。ああ。今42メートル行きました。42メートルいただきました。じゃあいただきましょう。いただきます。よし。お茶いく？まずはそう。
そう、素早くからいきましょうか。スタンダード。スタンダードから。中ふわですね。キャンプですね。キャンプですね。じゃあネギ。ネギマヨ。うわ。ネギマヨうまいよな。うわ。いただきます。いただきます。お店だね。ネギマヨうまうま。うまい。つれえ。あったけえ。あったかいね。待て。アンダーさん来ないと食い切れない。やっぱり。単純に作る量をコントロールすればいいのに人員を増やしていくっていう。いやでもやっぱ粉物とビールの相性は抜群だね。ただすぐお腹いっぱいになっちゃうっていうところがあるけど、幸福度、マックス、幸福度はすげえ高い、うまっ。あ、今お腹何パーセントですか今。89。タンからちょっと。89%。89%。ナンパ。82。頑張り。向こうは何パーセントですかね、ジャグさんは。今下が35、35って言ったらもうヒヤヒヤすんじゃん。だってあともんじゃ焼きが残ってて、二つもつけっぱなしだからねえ、でも二つ合わせるとまだ 105%。 そう、上が今70になってるから、100% あるってことね。もう一回できるってこと。であと食べ終わっちゃって、まあ、最悪 50% になったとして、1200ぐらいでしょ、だから600ワット残るから、こたつを2時間マックスでつけっぱなしだとしても2時間から。弱とかでやれば、3、4時間持つんじゃない。その頃には俺らひっくり返ってるから。あのタイプ C もあるから俺スマホ充電していい、9% しかないんだよ、これもらおう。もらおう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。前もあのこれ言ったけどでくれなかったから。今回お借りしてるんで。もらおう。ね、もらいましょう。もうなんかそのキャンプでもいいけど、もう災害時とかに、そうだね。一家に一台持っとくのもいいからね、これは。あとこの追加バッテリー2ついけるらしいけど、キャンプにそんな持っていくことなんて多分ないもん。まあ持っていく人もいるかもしれないけど、これで。ある程度十分だよね、かなりのワット数だから1300なんで。電子レンジとかでも500ワットとかでしょ。あ、そうなんだ。普通の家庭。ああ、500、あ、そうだ、500ワットだね。そうだよね。だって1500とかじゃん、コンビニのすごい出力で。じゃあこれ相当すごいんだけど。相当すごいと思う。まあ結構もう相当古いから、8年9年前からずっと使ってるから。はいはいはい、はい、もしかしたらもっと今も、今のホットプレートだったら、かもしれない、ね、されてるかもしれない。ね。じゃあ最後、もんじゃ焼きの仕込みしていきますか。お願いします。はい。まあ、あの、具材はあるから、アンダーさん来ても、そうだね。オフで、いっぱい食べさせてあげる。焼きそばマルチ。
一応、うん、あのバックアップ、うん、バツカップで焼きそばを買ってあるんで、やったけうん結構ないと寒いもんね多分。いやーそうだね、うん、今肺炎でここも開けてるからね、うん、でもやっぱ足があったかいで全然あったかい、うん、足湯に入っ てもすごいあったかいもんね。ビールもあと3分の1くらい、3分の1くらい、これは飲めるね、うん、いや、つけちゃいますか。楽しかったー。おい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 、気持ちいい気持ちいい、やってみ。あ、気持ちいいでしょ、そりゃ。あキャンプですよ、これあ気持ちいい。こたつってやっぱいいね。うん、しばらく入ってなかったけど、いいよね。人をダメにするよね。ね、うん、ナイスもう何の企画も成立しないけど飲み干さねえし飲み干さねえし、全部食わねえしあー、焼酎飲みて早い。ではでは、もんじゃの生地を作っていきます。お願いします。よし、レシピは何なんですか。レシピは料理研究家リュウリさんの至高のもんじゃを作ってみようかなと思います。バズレシピのリュウリさんですね。そうですね。薄力粉を 30g。 簡単でめちゃくちゃうまいんだよね。ね、よいしょ、30。ちょっとご愛嬌 2g。 水を300。よいしょー、ご愛嬌。はい、充電させてもらってます。充電させてもらってます大活躍のやつウスターソース大さじ2の半。30から7.5ってことだね。じゃあ38ぐらい。あふれちゃんじゃにゃーの。頑張れ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 。ここに白だし。大さじ1。15g。15g。よいしょ。パンパン。ね、でこれは混ぜておくと。混ぜておくと。はい。ギリギリだ。ギリギリでございます。うん、ちょっとね、今回お皿山荘キャンプ場さんにお邪魔してるんですけどね。うん、そう、ちょっと一人急遽撮影で来てもいいですかって言ったら。うん。心よバリウマって言ったのに。バリウマって明日ね、ちょっとまた再生産させてもらって。そうだね。うん。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。それをこれを、この生地はとりあえずこれ取っといて、うん、こっちはまた別のものを入れていきます。キャベツを粗みじんしておきました。うん。バリウマって言ってた。バリウマって言ってた。なんだよ。なんだよ。お疲れ様です。お疲れ様です。すげえ整ってんな。めちゃくちゃあったかいですよ。めちゃくちゃあったかいね。うん、はい。中入ります。あ、ハンターさん持ってきてくれた。持ってきてよ。あります。ジャグリン。ジャグリン。これ普段使ってるやつです。普段使ってるやつ。うんうん。今後仲間が増えたからね。いやあ、盛り上がってきましたね。ちょっといいですか。説教タイムがある。ちょっといいですか。突然なんですよ。いつもいつも。今回に限っては最初から誘うなんて話じゃなくて、うん、急に大本くんがひらめいたんですよ。ひらめくな。分かった。でもこいつを飲まなきゃいけないかな。分かった。ん？アンダーさん呼ぼう。ひらめくな。分かったって。分かったじゃねえよ。来ちゃいました。いや、お疲れ様です。これあのヒルズフィールドのあのもう
フィクサーですね。うちらをこうやってあの操ってる。マトリオット。マリオットか。マリオット。飲んでいいですか、もう。もう俺らはあの飲み干さないといけないんで。ビールがあるの。あ、いいね、その。そうやって取れるのがこのお座敷スタイルのいいところ。ああ、こうやってね。確かにね。ゴロンっつって。じゃあうちらもちょっとビール入れ直しましょうか。そうだよ、お願いします。あ、これやばいっすよ。何が？このビールのやつ。入るけ？うん。見てください。ああ。おお、すげえ。すごくないですかこれ。ちゃんと生ビールですか。どうやって？わかんないんですよ。え、どうやって？わかんない。なんかどっか入ってる。どっかに圧をかけてるんですよね。うん、すごっ。よいしょー。結構。すげえ。最後までこの勢いでいけるのすごいよ。ね、どう。ね。終わっどうなってんだろうね。終わったら解体しねえのか。え？怖い怖い怖い。バチーンってなるかもしれない。見えた。ではでは。すげえ、涙みだな。お疲れ様でーす。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。キャッピあの今のもう飲料メーカーの広告だったらダメダメですよ。だっけ2国まであるの、ね、今12国ぐらいしたなっちゃうんだよね。もうあの心臓の音みたいになったもんね。あー気持ちいい。鳴らす割にそんな飲めたくないですか。いやこれ氷がないから、氷がないからそう見るだけだよ。そう見るだけ、そう見るだけ。実はそうそう、本当頑張ってた今。ということで今ちょっともんじゃ焼きの生地作ってるんで。お好み焼きは？お好み焼きも作ればありますよ。あ、本当に？うん、はい、すげえ楽しみにしてきた俺。もんじゃ焼き僕ら一口食った後。だってお腹いっぱいじゃん。考えろよ。食材考えろよ。そもそも、うん、あの今回の企画が5リッターのハイネケンを飲み干そうっていう企画だから、うん、別にあのたくさん食べる企画じゃないですよ。だからいや全然食べれないからこっちに振ろうっていう話だと思ったのに、うん、ひらめいたと思った。判断さん呼ぼう。忘れてると思うけど、うん、明日の大事なミーティングよ。どちらかと言います。小エビ 8g。小エビ 8g。いや、グラム食ったことありますよ、この至高のもんじゃ。え、ない。あ、至高のもんじゃってリュウジさんが言ってるやつ。そう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 。あ、ないないない。めっちゃくっちゃうまいっすよ。もんじゃ食うの久々だな。うん、多分 あそこだ、グリグリ以来だ俺。うん、あー、そうですよね。あそこのもんじゃ超うまいよね。めちゃくちゃうまい。これ、多分今まで食ったもんじゃ一番うまい俺。うん、作ってくれますしね。そう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 、うんうん、揚げ玉 20g で、ここにベビースターラーメン。あ、ベビースター入れるんだ。うん、ベビースターラーメン、生地の方にも入れるし、後からも入れる感じで。絶対うまいやそれ。で、ケンチがたまーに作ってくれるんですね。あ、そうなの？うん、そう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 。結構もう3年、4年前ぐらいからレシピ出してるんですよね。あ、いいさんが？そうそうそう。そうなんだ。キャンプでたまーに作るんだよね。キャンプだったりバーベキューだったりで。あー、なるほどね。すげーうまいんだよ。しかもあの、生地が、なんだ、薄力粉、うん、30g とあと水とキャベツとオイスターソース、ね、ウスターソースウスターソース、うん、うーん、それで作るんだ。そう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 。てかすげえな、これこたつになってんだ。こたつになってるでしょ。キャンプでこたつしたの初めてよ。めちゃくちゃ良くないですか。いや、いいめっちゃいい。下は芝生だからさ、ね、そもそも柔らかい上にあのクッションクッションというかね、クッション材敷いた上にラグ敷いてるから、うん、なんかあれみたいだよね。なんか20代のさ、うん、前半のなんかの大学生が集まるみたいな、ね、まあ、なんかすごいけど汚いし。そうこの感じがいいのよ、うん、ねえ、キャバイイキャバイイキャバイイ。じゃあ入れていきましょうか。お願いします。お願いします。油を敷きます。いいよ、よいしょ。だいぶ温まってんじゃないかな。うん、そう、これって
そのジャックリーのバッテリーで動いてんのこれ。そう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 。やばくない？こたつも。これ地震来てもこれ。俺らだけこんなことできるってことだもんね。そう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 。すごいな。いやまあ、災害時にはねすごいいいからね。入れてきまーす。よいしょー。うわこれだけでマスオさん。いいかこれで。いや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 。もんじゃやろうよ。野菜炒めやん。ちょっと広げてあれかな。うん。広げて炒めていく。炒めていく。あそう。これいいっすね。香りがいいね。ちょっと今ホットプレート、こたつ、カメラのバッテリーの充電、僕のスマホやってますよ。無敵な。今結構。1300ワット使ってるね。使ってるね。相当使ってるね。すごいね。じゃあここにもんじゃ焼き。いただきます。いいね。あうー。あうー。かっこいい。それで。なんだよ。もうなくなりそうな、ね。氷入ってないから2杯分ぐらいありそうだよね。確かにね。さっき入れてもらったばっかのもうね。アンダーさん酒強いからな、ね、久々になったらアンダーさんめっちゃやってたもんね。なんか今日すげえスラッとしてんなと思って、ね、シャローシさんと打ち合わせの時に、こっち見んなめちゃくちゃニコニコしてんとろみついてきました。来た？あ、本当だ、すごい。オーケー、片栗粉がやだ、ドロンドロンです。なんだ、混ぜていきますよ。お願いします。うまそう。うわいしょ。うわいしょ。うわ、うまそう。うわ。じゃあ、アンダーさんお願いしてもいいですか。何を？ここにチーズとめてこ入れていきます。オッケー。これ全部入れんの？全部入れていいです。ちょうど分量が。あ、明太子はお好みなんですけど。うん、あ、そうなんだ。はいよ。うわ。アンダーさん、明日の朝にはもうブーみたいになってますよ。いや、カロリー高すぎるんだとしたら人明日には82キロにさせます。いや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 、やばいでしょそれ。ちなみに僕今81キロです。え太ったね。太ったね。リッチ、明太子は？明太子は80グラムって書いてあったんですけど、これ結構ありますよ、ね、102だから、まあ行っちゃっていいよね。全部行っちゃう、いいんじゃない。うん、行こう行こう行こう。これ買っていい？どう、あとで箸も渡します。以上、いきます。はい、よいしょ。よいしょ。あーし、すいません。すいません、すいません、すいません。明太子が火取るとプチプチするんだよね。いいよね。これ思いっきり混ぜちゃっていいの？うん。すげえうまそうだな、マジで。至高だ。至高だ。至高だ、これ。学生だろ、ほんとに。俺らもう34、5よ。まともじゃねえな。気づいた、気づいた、やっとね。やっと、やっと。すげえ。うまそう。よーし、じゃあ食べていきましょう。いいっす。ではでは、至高のもんじゃ。いただきます。いただきます。これはビール、レモンサワー進んじゃいますね。ね、いただきます。どうぞどうぞ。はい、じゃあいい感じ。はい。よいしょ。オーケー。オーケー。あうまそう。オーケー。オーケー。ありがとうございます。ありがとうございます。半分も落ちてないじゃん。確かに。はい、どうぞ。あ、いただきます。よいしょ。よいしょ。タバコすごい通ってるわ。うん。あ、よっしゃ。いっちゃってください。いただきます。すごい上品な味だな。めっちゃうま。うん、うん、あーうめえ、うめえ、あれうまチーズあんだけ入ったと思えない、思えないね、うん、うわおいベビー行っちゃいます。はい、行こう行こう行こう、行きます。うわわわわわ、踊ってる踊ってる踊ってる、ベビースター踊ることある、ね、踊んだね。すげえ踊ってるわ。
もう少しでおせんべいもできてくるかもね。おこげが、うん、これが乗っけてるのと食べてください。乗っけてんの？あ、この乗っかったやつを一緒に食べてください、うん、食感の変化を楽しめるんで。なるほどね。サクサクな感じだ、うん、食感いい。うまいよ。うまいよ。次はたこ焼きここで転がしてバカでかいの作ってください。雪だるまみたいに。バカだな。バカだな。これはうまそう。おいおいっす、おいっす、おいっす。5リッターだって。待って待って、勢いが。まあ一旦これ休憩させとくんで、はい、その間にこのハイネキあれだよね、誕生日プレゼントもあったんだっけ。そう、誕生日で友達がくれて、うん、よく見つけたよ、こんなの。ね、これすげえ。ああ、やばいやばい、すごい、すごいいいよ、これ。どうなってんだろうね。ね、あともうちょい、あと2杯。あー、確かにね。うん、すごいね、5リッターは2人飲んだんだ。うん、そう。もうそろそろ行く、棒にしとこうか。この身焼きうめえな。この向きうまいっすよ、うまい、うんうん、豚カリッカリの、うん、キムチのっけてますよ。キムチのっけてんのやばいじゃん、うん、最高だね。どう最近恋愛は、ん、恋愛どう。心でやめろ。でも大学、なんか大学生の気分に戻ってきて。大学行ってないけど。知らね、誰も。でもすごいね、俺初めてだけど、こんなの、うん、こんなことできるんだね、こんなバッテリーがあれば。そう、あの、うん、キャンプ場によっては電源サイトがあるんですよ。あ、あるよね。そうそう、確かに確かに。で、電源サイトに入れば直接引っ張ってきてっていうのはあるけど、うんうんうん、電源サイトってその場所が限られてるし、うん、そのほぼないないよねと思うんですよね。俺は1箇所だけしか知らねえもんな。うんうん、うん、そうそう、あるんだけど、まあ、これだったら持ってけばいいっていう。確かにね。うん、で今回拡張の追加バッテリーが乗っかっちゃってるから、うん、2倍なんですよ。すごいねこれ、うん、2500ちょっとあるから。電子レンジを、うん、500ワットだとしたら5時間つけっぱなしでいいと思うんですよ。爆発するからね。そんなの。でもそのぐらいの出力、出力というかそのパワーがあるとですね。蓄えがあるんで。すごいね。しかもこう上っていうか何個かつなげられるのね、これ。あ、これスタックできるんだ。うん、そう、あと2つつなげられるし。あ、本当に？そう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 。今回アンダーさんがたまたまあの何があるかわかんないから持ってきてくれたのが、うん、これずっと使ってるんだよね。うん、これずっと本当使ってるよね。マジでずっと使ってる。いろんなのいっぱいあったけどね。生き残ってるのこいつ。こいつだけ。でも本当にね、いいんだよね。放電するじゃないですか、結構。うんうん、いろんなのあるけど、うん、なんだろう、例えば 90% になりましたってなって置いといてもずっと 90% のまんまだけど、うんうん、他のいろんなのがあるけど、例えばそれでたまにピッてつけたら70とか60になってることってよくあるじゃん。うん、これはないんだよね。安定感は本当にすごい、抜群。事務所にさ取りに行った時にさ、うん、これもう充電ないんじゃないかなと思ってパッて見たらさ90何パーってすごいなと思ったもん。本当にあの電源とか全然つないだなとかさ、うん、そう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 、持ちがすごいね。持ちもいいし、多分安定してんだろうね。あ、そのなんだかなんだか電池がすごいんだろうね。うん、なんだか電池。今下に出てますけど。なんだかなんだか電池が。なんだか電池。うん、もう本当にあの忖度なしにこれはすごい。うん、確かにね。そう、本当にずっと使ってるもんね、マジで。ね、まあいろんなのがちっちゃいのから、もうちょっとちっちゃいのがあるのかな。うん、なんかいろんなラインナップがあるみたいで。うん。そう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 、多分これが一番でっかいと思うんですけど、で拡張性があるんだろうね。うん、昔はなかったけど多分新しくできたんじゃない。そうなんだ。うん、ソーラー充電もできるしね。そうそうそう、ソーラー充電も本当にバーンってなってると結構なワット数充電するもんね。うん、あ、太陽光で。そう、太陽光で。へえ、すごいな。 SDGs ですね。 SDGs ね、うん、
カーボンニュートラルですよ。いきなり違う方向行ったな。いきなりビールあげます。お願いします。ぼちぼち終わるかな。でーでん清めてきた。すごいな、ちゃんと強弱がさ無段階変速なんだよ。そう、そうなんだよね。ジューティー。あ、あ、音が変わった。おお。あ、ラストラスト、よいしょ。あともうちょいだね。いただきます。あ、まだあるね。音が変わったけど全然あるね、まだ余裕だね。どういうこと？ここお二人とこでしょ。ハイネゲン。ハイネゲンに文句。ハイネゲンに文句やべ。ハイネさんやぞ。ハイネゲン。早く終わりたい。早く終わりたい。焼酎飲みたい。なるほどね。乾杯。乾杯。乾杯。あんたさん何本、まあ3本目、3本目、うん、早っ。こんなに進むと思ってなかったら5本しか買ってきてない俺。うん、うわ、誰でもいいですか、じゃあ最後。お、最後になるのか、行くのか、行かないのか。デデレツテツデデレツテ、行けるのか、行けるのか、行けるのか。余裕そうだね、まだ。よっ、来た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 。終わったんじゃないこれ。行けちゃう太陽だな。終わりました。乾杯。乾杯。遠いわ。うわ、5リッターって、うん、余裕ではないけど、うん、酔っ払いはしない、そんなに。うん、5リッター酔っ払んない？酔っ払わない？酔っ払わない？そんなことないけど。まだ軽い。うん。いや、ビール飲みながら寒くなってきたから。お。お湯沸かしていきます？これね、お湯沸かすと何ができるのこれ？青い魔人が出てくるんで。青い魔人？するするするそう。え、それジーニー？ジーニー。ジーニーで行く。これ刺すとこないんで。あ、バッテリーの。多分もうバッテリー充電終わってるんで。これを抜く。うん。で、よいしょ。で、ちょっと焼酎取ってもらっていいですかね。赤リュウレモン。うん。これこの前、みっちゃんのクラウドファンディングの返礼で、うん。そのみっちゃんの飲み会があったんですよ。うわ、そうなんだ。うん。その時に来てくれた女性の方からいただいた。芋焼酎。ありがとうございます。ありがとうございます。赤リエモン。これをお湯割りで。お湯割りで飲んでみましょう。ありがとうございます。あったまるぞ。お湯割りで。こたつがもうあったかいのに。ね。キャンプやってることを忘れるよ、これ。これ。家だもんね。ね。うん、早いな。気持ちいい。そのなんかさ。はい、もう家かよ。いや、気持ちよくなっちまってる。もう沸いた。もう沸いた、はい。お湯、アンナさんも飲みます？これレモンソーダあるからな。じゃあ僕らちょっとこれチェイサーで開けていきましょうか。じゃあういっす、いってらっしゃい。あ、俺も。はい、おい、うわ、仕事つれす。64にします。55にします。55。そんな、なんか飲み方があるらしいっすよ、九州だと。その美味しい飲み方をさっき山田君検索してて、うん、64か55で飲むのが結構スタンダード。そうなんだ、らしい。へえ。じゃあ、です、失礼します。お願いします。よいしょー、すげえ。オッケー、64。あ、そういうこと？うん、
コーヒーみたいなね、なんか。よいしょ。よいしょ。ほい。うっす、こっちか、こっちか。うっす。あ、いいね、あったかいの。あの、お願いします。こんなあったかいキャンプに。乾杯。乾杯。うまっ。いや、これだ。あったまるわ。これだ。はあ、おじいちゃんの匂いだ。おい。あ、芋焼酎割りいいね。おいしいね、うん、これ。香りがまたすげえ立つからね。ね。まあ、ということでね、うん、今回は5リットルなんとか。飲み切って。飲み切りました。2人でね。2人で。2人で。やっぱ。こたつだね。これね、めっちゃいいよ。いい、マジでいい。いい革命が、ね。この季節だからやっぱこの涼しいじゃん。こう、温泉入ってるみたいな。ああね。マジで。そう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 。最高だったね。こんなことができるようになるんだね、バッテリーがあれば。ね。ね。お好み焼き食って、たこ焼きやって、もんじゃ焼き食って、熱燗まで作って、熱燗というかね、お湯割り。うん、しかもずーっと。とこたつつけててから、うん、ね、確かにね、あったかいのよ。ジャグリさん、ありがとうございます。最初あの怖くてなくなっちゃったら動画が終わっちゃうじゃないですか。ああ、うん、確かにね。そうだからあのセーブしようって言ったんですけど、うん、寒いからずーっとつけて、うん、まだ生きてるから。確かにね。まだ 11% ぐらいある。うん。あ、11%、12%、12%ぐらいあるね。あ、スマホも。99% なりました。めちゃ早い。ありがとうございます。めちゃ早くもう満タンやね。今回は、うん、なんとブラックフライデーが今開催中なんですよね。うん、Amazon で。うん、Amazon で。そう。普段だったらあの定価があるじゃないですか。うんうん、それからガクンと下がって、うん、しかもさらに、うん、僕らのこの概要欄を見ていただけますと限定クーポンがついてくる。うん、ブラックフライデーに限定クーポンついてくる。だからその値段はちょっと僕らも分かんないですけど、うん、相当な割引をしてるみたいなんで、うん、じゃあブラックフライデーで割引されてるのに、うん、さらに出雲市を見ると割引されるってこと、うん、概要欄のとこを踏んでもらえればやばいねそれ。ぜひ、うん、概要欄チェックして、うん、まあチェックしてみてください。いやいや、酒に飲まれすぎる。ね、その買うかどうかは、うん、自分たちが決めることだから、うんうん、でそこはね、ね、俺らが共有する場所じゃないじゃないですか。うんうん、だからそこはね、冷静な判断ですけど、うん、バッテリーだったらもうマジでおすすめですね。うんうん、今は多分これを買えば一番安い時に買えるわけでしょ、うん、ブラックフライデーでさらに、うん、クーポンもいずれにしないやつがあるから、うんうん、さらに安くなるってことだから、うんうん、一番安い時に買えるってことだよね、うんうん、おそらく。それすごいね。で、まあ、こんなキャンプも、できるし、うん、ただその家に一家に一台ね、災害用に持っててもらえばスマホの充電もできるし、うん、普段はねスマホの充電とか、うん、でそういうなんか LED ライトとかの充電とかだったら全然本当にパーセントなんて減らないから、うん、確かにね、うん、そうね、今日はもうやりまくってる。確かにね、なくしてやろうと思ったけどまだ生きてるから、うんうん、確かにね、普通に充電しといてずっと持ってるわけじゃん、うんうん、だからそこはね充電して置いとくだけでもいいと思うんで、うんうん、ぜひチェックしてみてください。概要欄よろしくお願いします。僕らはあの明後日まで飲むんでポイント。あさってに2日後まで。明日のミーティングキャンセルしよう。こんな上層部大変だなおい。あー仕事すげー。いやー、それではまた、バイバイ。